はい、どうもこんにちは、もしくはこんばんは。元アメージングメガネストライキの翔です。まずね、なぜこの NGU ボーイズっていうチャンネルに私が映ってるこの動画が上がってるかというと、まあ話せば少し長くなることなんですが、今回はね、その理由を話したいと思います。まずね、前使ってたアメージングメガネストライキのチャンネルが急に使えなくなってしまいました。ことは、まあ今から2ヶ月前だね。ある日、本当ひょんなことなんですよ。いつも通り高校から家に帰って、まあ動画ね、投稿しようかなって思って、自分のチャンネルのページ開いたら、右上にそのログイン、このね、ログインっていう文字が、まあ、あって、んってなったのその時ね。これってもしやってなって、案の定押したら、まあ、パスワードを打ってくださいみたいな画面が出て、で自分のその動画を押してみると編集もできなくなっちゃってて、そのサムネイルの編集とかもできなくなってて、ああこれまたやっちまったのかってなってしまいまして、いやーほんと悔しいですよ。これ3回目、まだ2回目か、2回ですね。まあね、なんで消えたのかね、ほんと原因がわかんないんですよ。まずコミュニティガイドラインに引っかかるようなことはまず全然してないし、不適切って言われたら上乱出したことかな、上だけ裸っていうのが。だったらね、そんなんね、いろんな人やってるでしょ、有名な人でも。あとネットで調べたのが、その運営側がその機械的に消すっていうのを聞いたので、それなのかなって、まあ自分の中では思いました。で、そこからね、しばらく、1週間とは言わないけど、その、数日は本当それで、まあ気を落としてしまいまして、はぁ、うわってね、気を落としてましたね。そこで親に、ちょっとね、諦めず、また作りなよって言われて、ちょっとね、元気をもらえる言葉をいただいて、昨日、スマホが、やっと私の元に来たので、いよいよね、ほんとやっとですよ。自分のスマホを買うことができました。ね、姉や親の協力を得て、やっと私のスマホが、手に入りました。スマホは8ですね。iPhone 8。まあ今のね、型からしたらちょっと古い方なんですけど、まあ使いやすいのがね、いいと。自分ぶっちゃけね、古くてもいいんですよ。まあ友達と連絡できたり、ゲームなどができたりすれば、型が古かろうがいいなと思いまして。まあ今日、その自分のね、その ID、いろんなやつでアカウントを制作しました。それがこの NGU ボーイズっていうチャンネルです。いやー、ほんと、やっと作れたね。どうでもいいならそれでいいんです。ただ、この自分の動画投稿、あれおかしいなって思ってるし、ね、なんか投稿されてないなって思ってるし、本当に、すいません。ね、報告もできずにすいません。最後に出した動画が、検索してはいけない言葉ワンサーチの、クレイジーゴーストだったはず。で、その動画の最後あたりにしばらく、概要欄にさ、しばらく投稿できなくなりますっていうのが本当にそうなったね。しばらく、あの概要欄に書かれてる、しばらく投稿できないっていうのは、まあ、テストの、ことだったんですよ。その時ね、まあテストで忙しくなるもんだから、それで投稿できなくなるよっていうやつだったんで
約2ヶ月もねやってないんだね。これにて第3のチャンネル NGU ボーイズが作られましたが、ここでこの NGU ボーイズのちょっと説明に入らせてください。まずこの NGU、まあこれは実はあるその英語のその略をトントントンって取ったやつですね。まず NGU の N Never で、 NGU の G Give で、 NGU の U Up、 これらを合わせて Never Give Up、 諦めんじゃねえぞっていう。そして Boys、 諦めない男たちという意味ですよ。まあ図っていうのはあえてつけたやつで、まあ、後々ちょっとね、もしかしたらだけど、まあ2人目3人目とメンバーが追加された時のための図です。もしもね何もないようだったら、まあ S はその図は消して NGU ボーイっていうものにさせていただこうかと思います。ちなみにまだね動画投稿もこれが1本目なんですけど、まあ、アイコンがまだね、未完成の状態で、ちょっとね、現時点でのアイコンだとちょっとね、なんか、真っ暗な画面に変な感じがバババンってなんだ、ちょっと、なんかね、危険な香りが漂ってるアイコンですけど、アイコンがちゃんと完成次第、変えます。で、チャンネルアートもちゃんと考えた次第、変えさせていただきます。以上、降臨でね、今、ね、なぜこうなったかっていう報告と、そのね、新しいチャンネルの意味、最後にちょっとね、意気込みじゃないけど、これからについて。まあね、現時点で私は今ね、就職先も決まって、今はちょっとね、免許ですね。今免許かやって、まだ仮免ちょっと前ですね。まあ、ね、教習所でねちょっとね忙しくなってて、かつやっぱ卒業試験に向けてとかね、学校面とかね、教習面とかいろんな方向でちょっと忙しくなりますけど、それでもねちょっとずつコツ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 と投稿していって、少しでもねちょっと皆さんのね暇つぶしになれるような動画をね頑張って作っていこうと思います。また前のような数字、いや、もっと行きたいですね。とにかく、頑張って、コツコツ諦めずに、頑張っていこうと思います。で、今回これで終わりですね。今回、見てくださった方ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお願いします。では、バイバイ。動画見てくれて、Thank you! 上は、俺のおすすめの動画。下は前の動画、チャンネル登録は下のところからクリックしてくれ。次の動画もお楽しみに。バイバーイ。